有限会社大阪ユニオームの北村由司と申します。大阪府堺市中区にて学校制服、体操服、帽子、靴、給食エプロン等の、学校医療の販売、会社制服の販売をしております。何か大阪市の商品お困りごとがございましたらご連絡ください。皆様のお役に少しでも立てれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は3月15日の月曜日ということでございます。すごい、ちょっと曇ってますけども、一応晴れマークが出ておりますね。最高気温が17度、最低気温5度ということで、降水確率は 0% と出てきてますね。年々ね、もう日に日にすごく春っぽいね、天気になって、昼間はね、かなり暖かくなってきたんで、すごくいい感じになってきたなと、もう春ももうすぐ目の前に来てると思いますので、頑張っていきたいと思います。昨日もたくさんのご来店のお客様いただきまして、ありがとうございました。今ですね、中学校の、採寸いただいたご承認、受け渡しを順次ご連絡させていただいての、来店のご対応させていただいております。また、小学校の、制服、体操服、靴等ですね、ご来店いただいた販売のも対応しておりますので、皆様、どうぞ、お店の方にまたご来店いただきましたら、お願いしますので、よろしくお願いいたします。本日もですね、10時から7時まで、営業させていただいております。1月、2月、3月は正月休み以外は繁忙期のため、お休みなしで営業しております。また手洗い、消毒、うがいですね、感染症対策にも気をつけながら、今日も一日頑張ってまいりたいと思いますので、皆様のご来店をお待ちしております。